ツサイト、ファンサイビットは17日、吉田の特集記事を配信しており、吉田がもう1シーズン残るかもしれない、と伝えた。今季は外野守備の機会もほとんど与えられなかったと指摘しながらも、それでも手術を受けた吉田は、おそらく2025年にはチームに復帰するだろう、と主張。続けて、契約期間は3年、総額5400万ドルが残っており、レッドソックスは吉田と別れることを急いでいない、と見通しており、このような状況を考えると、今彼をトレードに出してもボストンには最小限の価値しか得られないだろう、としてチーム残留を有力視している。なんちゅう言い草やねん、頭部火の玉ストレートすぎるやろ。何もそこまではっきり言わんでも、価値がないんじゃなくて引き取り手がいないだけ、レッドソックスが年俸のほとんどを負担すればもらってくれるところはあると思う。高いからな、筒香くらいの年俸なら低くてあまただったと思う。標準的な DH くらいの数字だから MLB に残るのは簡単やぞ。契約切れた後に単年1000万ドルくらいは取れる。DH の適正年俸なら普通に評価される選手なのにあんな契約したらそりゃこうなる。契約金高すぎるせいでレッドソックス終身死刑囚ってのは悲しいわ。言うて別に OPS は悪くないんやけどな。怪我と守備やろ全ての問題は。守備が悪くて DH しか使えんのに DH としては微妙な成績だから扱いに困ってる。ただアホみたいな年俸出したのはレッドソックスやからな。あのボラスが契約提示されてその場でサインしたんだよな。異常事態やで。攻撃側だろうが守備側だろうが点は同じ価値なのを分かってない奴がまだいるからな。まさかメジャーのスカウトですら打撃成績しか見ていないとは思わなかったけど。もはや翔平以外で活躍できる打者はおらんのか。MLB は外野広い上に打球速度が NPB より速いから初期判断ミスると間に合わないケースが多そう。内野は打球速度と天然芝で名手と言われてた日本の選手ですら散々やけど外野守備もやっぱりレベル違うんかな。